ミュージカル「チェーザレ破壊の創造者」木山春樹です一番最初にあのお話しいただいた時はまずフルオーケストラで、えー、出演できるなんてもう本当に夢のまた夢です ラファエーレ様大司教ということなのですけれどもまずこれからとことん勉強していかないといけないなと思っておりますその時代の風景だったり人だったりとかあのアートだったりもちろん美術的なものでもとても興味があるので、えー、お客様に満足していただけるような、えー、ラファエレをお届けすることを、えー、ぜひぜひお楽しみにお待ちください。ミューージカルチェーザレ、今までであったようでなかったたよよううなな、か ものがこう大スペクタキュラルになった明治座という場所での行われるというわけなんですけれどもとてもスペクタキュラーだと思うんですよこのスペクタキュラーな作品をですねドドーンと伝えていけたらなと思いますので皆様どうぞお越しになられる時はチェザール3回唱えてから来てくださいよろしくお願いいたします